第6師団は、大日本帝国陸軍の師団の一つ。第6師団は、1872年に設置された、熊本賃代を母体に1888年5月14日に編成された師団であり、熊本、大分、宮崎、鹿児島の九州南部出身の兵隊で編成され、英地を熊本とする師団である。なお1940年には、 不評第47連隊を第48師団に、転用し三単位編成に改編された。1894年、日清戦争では、三島半島に上陸して、異界へ攻略戦に参戦し、日露戦争では、当初、第二軍に属し佐賀海戦を戦うが、佐賀海戦後、第四軍に編入され方展海戦に参戦する。 1910年4月29日、師団司令部留守部を廃止。1916年6月22日、師団司令部が熊本開校舎に移転し、さらに1917年4月5日、熊本市本丸へ移転した。1923年から1925年にかけて満州に駐屯し、帰国後、1928年4月の第二次、三島出兵に参加する。 満州事変では1932年末に動員がかかり、熱化作戦に参戦、さらに中国軍を追って万里の頂上まで進出する。1937年シナ事変が勃発すると、7月27日には、ナ中東軍令下となり、河北での作戦に従事し、10月20日には第10軍令下となり、第18師団、第114師団とともに、 甲州湾に上陸し、中国軍の背後からの攻撃に当たり、続いて南京攻略戦に参戦する。1938年2月14日に中止な派遣軍令下となり助州海戦を、同年7月4日には第11軍令下となり武漢作戦を戦う。この間の昭和13年5月15日には、 ル守第6師団の担当で第106師団が編成され、同じく第11軍令下で武漢作戦に参戦し悪戦苦闘する。一方、第6師団は海進撃を続け、観光一番乗りを果たし10月26日に占領する。太平洋戦争開戦後、1942年11月にソロモン諸島方面の作戦担当の第17軍に編入される。 当初はガダルカナル島に派遣される予定であったが大本営はガダルカナル島からの撤退を決定。師団は1943年初頭にソロモン諸島のブーゲンウィル島南部に進出する。同年11月、太郎沖縄地区に連合国軍が上陸し、飛行場を建設したため、第6師団を主力とした第17軍は飛行場奪取を試みるが、 1944年3月の犯行を最後に組織的軍事力を失う。その後、主戦場が裁判からレーテ島へと移り、アメリカ軍主力の連合国軍は、積極的攻勢には出なかったもののソロモン諸島の日本軍は兵団を断たれ、長く兵器弾薬が欠乏し、飢餓と薬病に苦しむ、終戦時には1654名になったという。 1944年11月に主力がオーストラリア軍に変わった連合国軍は後世に転じ日本軍主力のこもる部員地区に迫ったが壊滅寸前に1945年8月15日の終戦を迎えた同年9月にオーストラリア軍太郎沖な基地で幸福文書に調印南部沖合のファウロ島に収容されるありがとうございます